はい、FM 流進堂 DJ の流進です、第3夜目ということで、3夜でございますね。ゲストと草地健吾さんなんですけど、懺悔の回、はい、懺悔の第3夜目でございます。懺悔またですか。あの、僕ちょっと話変えようかと思って。あ、じゃあ、はい、変えましょう。あの、最近ちょっと病気になっちゃったんですよ、僕。流進くん、病気なんですか、うん、なっちゃったってか、あの、デフォルトが病気ですよね、流進くんは。そうなんですけど、うん、最近夜眠れなくて。あ、不眠症でお悩みになってるんですか。でその原因が、あの、ハードディスク回りっぱなし病。ん？ハードディスク回りっぱなし病。脳のね。そうそうそう、脳内ので、なんかそれに近いね、今日病名をウェブ上で見つけたんですよ。おお、なんでございますか。あの、ね、ハイドロムシンドロームみたいな名前でした。絶対違ってるね多分だけど、うん、頭の中からある記憶とか、うん、風景とかを消せなくなっちゃう人っているらしいんですよ。うん、で、その逆の人ってあのアルツハイマーですけど、覚えてられないタイプ、忘れちゃうね。それとそれの逆の病気の人がいるらしいんですよ。忘れることができない病な、うん、なんだ。そうなんですよ。そんで僕の場合、何が忘れられない？いや、僕の場合ね、それに近い症状で、うん、ハードディスクが止まらないんですよ。寝る時間になっても。要するに創作意欲がなんか静まらない。静まらない。それで、うん、夜眠ろうと思って横について目を閉じるんだけど、ずっと考えてるんですよ。おお。でも、コージマの声とか聞こえてくるのね。おお。流進くんさ、流進さ、流進ってさ、うん、って黙ってんだけど、そのハードディスクの中でもね。うん、で、一昨日もね、あのコージマンと2時間ぐらいスカイプしまして、はい、それから徒歩に着いたんですけど、うん、最近作ってる映像とかが、うん、頭の中でずっと流れっぱなしになっちゃうわけですよ。あ、ここもっとこうしたらよくなるんちゃうっていうのが、ビジュアルでずっと川の流れのように流れてるのね、こうずっと。で、これちょっと危ないなと思ってたんですよね。まあ、おそらくだけど、それが重症だったら困ると思うけど、作ってる時はそうなるよね。なるのかな。俺、楽譜付きの夢見たことあるよ。あ、やっぱある？楽譜と、まあそれは夢だけど、寝てるわけだけど、楽譜プラス曲の続き、ほら、あの、ずっと前はね、音プラス楽譜って、そう、音プラス楽譜で、夢の中だからごっちゃになってるってこと？要するに自分の膝の上で楽譜を読みながら自分の曲聴いてた。あー、怖っと思って。でもそれに近い夢見たことある。でね、なぜかホルンパート、あの、オケを書いてたんですけど、その時はホルンパートだけがね、ちゃんと見えるんですよ。あとボヤボヤなんだけど、ホルンパートは実際書いたからね、俺。じゃあこれ夢から起きてて記憶にあった、記憶にあったんですよ。あ、これ書かなきゃと思って。それはね、天からの啓示ですね、うん、そうなんですよ。贈り物か何かのパクリなんだと思う。で、実際僕ね、夢見てる時に、夢の中でも映像を作ってる時があって、で、朝起きて覚えてた場合、その映像を作ろうと思うんですよ。で、時間的に作れない場合は時間を置いて作るったりもするんだけど、回りっぱなしなんですよね。俺はこの前ね、あのね、朝方の夢でね、あの、起きるとさ、忘れちゃう夢ってあるでしょ。あるある。すごい衝撃を受けてる夢なのに、細部を思い出せないっていう。でね、ピンポイントで覚えててね、めちゃ怖い夢見てたんですよ。その、俺がびっくりしてるわけ、あの、夢の中で。で、この扉を開けた時に、扉を開けたら何か出てきたわけ。何か。そう、で、そこでびっくりするわけ、ギャーなるわけ。ただその瞬間に俺がこれが怖っと思ってんだけど、さすが俺って言ったの。どういうことかっていうと、このタイミングで俺が扉を開けた時にこれが出てきたら、そりゃ俺は驚くわ。そういうものをきっちり夢に配置する俺ってすごいって言ったわけ。夢の中で、夢の中で夢ツッコミしてるんですよ。俺それ初めてでさ、それが怖い。それが怖いんですよ。それちょっとさ、大丈夫かなと思って最近気になってるんですよ、その自分の
症状、まあ、リュウシン君は大丈夫かなって一応ね聞いてるから一応答えとくけど、もうダメだと思う。あ、もう超えてる、もう手遅れだ、手遅れだと思う、うん、多分大学3年ぐらいからもう手遅れだと思うわ。この前さ、六本木のギャラリーに行った時さ、なんか薬やってる人だと思われたじゃん。だったっけ、ショックだったよ。あ、初めて会った人にさ、あ、はいはいはい、やってないとかって言われて、言われてたね。なんでって感じじゃない。いやでもリュウシン君はやっぱね、やってないでしょ、薬とかじゃなくて、ね、なんか酔っ払ってるのかなって時あるよね。そう、それどういうこと、なんだろうな、ロレツが回ってない。いやいやいや、あのね、前後が繋がってない、酔っ払い、あのさ、泥酔してる人ってさ、あの全然下回んなくなる人もいるけど、うん、脈略ないこと言い出す人いるじゃん、いる、うん、それに近いことってのはかなりあるよ。嘘、うん、例えば、あの例え方が変と、例え方が変とか。うん、うん、それは考え方のあれが、パターンが違うってことじゃん、脈略がないわけじゃないし、うん、まあね、でもほら、リュウシン君、その厳しい修行とかをしてるわけだから、脳内麻薬は出てると思うんですよ。出てるね。でね、脳内麻薬って、多分だけど、あれ、訓練だと思うの。要するに、すぐ出やすい人と、あんま出ない人。で、あんま出なくなりすぎると、いわゆるこう、鬱だったりとかになるのかもしれないよね。ちょっと詳しいことわかんないけど、リュウシンはね、多分出やすいんですよ。出やすいのかもしれない。出やすいどころか蛇口壊れてると思うんですよ。ジャーって出てると思うんですよ。いや、それもね、多分訓練してきたんだと思う。うん、美術、そうそうそう、美術はやるわね、うん、そのまあ修行もするわで、でね、意図的に訓練してきた気がする。あ、そうなるように、ジャーってなるように、蛇口壊しちゃう。そうそうそう。だ、蛇口本当に壊れちゃったから今寝れないんだよ。そうかもしれない。だから、あの、僕美術始めたその年ぐらいに、あの、やっぱインスピレーション、ひらめきが一番大事だと思ったのね。あ、芸術家としての、はいはい、その資質がどれが、まず着想がないとと。そうそう、うん、で、いろんなあの意見あるじゃないですか。デッサン力が大事だとかさ、技術ですね、テクニックが大事だとかさ、はいはいはい、知識が大事だとかさ、いっぱいあるじゃないですか。で、僕はひらめきが一番大事だと思ったんですよ。ただ、徳ちゃんもたまに言うよね、あの、知ろうと思ってることを知るみたいなこと言うか、俺、だから僕が求めてるからそういう発想になるんだよね。で、僕はひらめきを求めてたんだよね。あ、だからひらめきをこう、ひらめき人間になるための訓練もしてきてるんだよね、きっと意識的に。あ、じゃあ訓練失敗だね。ひらめいたことちっとも伝わんないもん、リュウシンの例え話。ひらめいてるだけじゃね。いや、でも映像は実際ひらめいてるとは思うわ、うん、ただ言ってることはめちゃくちゃだわ。それはだから右脳と左脳の握手ができてない。握手できてないんだね、うん、あのパーテーションで区切られた。うん、しかも、うん、あのパーテーションって恐ろしくて、区切り直すと全消去なんですよ。そうなんですよね。ハードディスクって、そうそうそう、僕ね、人体実験したことあって、お、あの右脳をつかさどってる器官は右側、あ、左側じゃないですか。そうだっていうね、うん、で、左脳をつかさどってるのは右側じゃないですか。だから僕ね、右目を、うん、あのこういう、なんていうの、眼帯つけて、3ヶ月くらい狂ってるなぁ、うん、過ごしたんですよ。お、そしたらその結果、うん、今視力がだと思ったよ。左 1.5、 ガチャ目になるよね。そう、右 0.7 で、もっと怖かったのが視力だけじゃなくて、乱視、違う、あのね、言ってることが自分でもめちゃくちゃになっちゃったの。え、いや、なるんだ、うん、なるんだ、なるんだ、うん、理屈で考えられなくなっちゃって、お、自分の考えてることを口で説明できなくなっちゃったので、怖ーと思ってやめた。え、なるんだ、うん、そう、怖いねー、なった。それで右目眼帯だけでそうなるの、なった。もうあれよ、あの、ちなみに寝るとき以外ずっとだよ。
うん、それいくつの時？21とか22の時。じゃあ大人じゃんもう。真人間じゃん。真人間なんだ。でもね、すごい効果出た。右脳訓練されたそれで。もう右だけだから、うん、全然、うん、あの知恵の倉庫を使わないから。使わない。言ってることだらしゃべりになっちゃってるんだ。なんかだから喋ってることが自分の考えてることを伝えられるなんだ。そうなんだ。じゃあ逆に左目をやるとどうなんだ、ね、やるとめっちゃ小難しい人間になるのかな。左目だけ潰しちゃうと、そうだね、左脳しか動かなくなるから、あのなんかすごいあれなんだろうね、四角四面なこと言い出すんだろうね。そうだね、うん。両親それやんない？いや無理だよ。だって求めてないもん。いやいや、だからそのほら一応社会に生きてる以上さあの必要最低限のさ、うん、ことだと思うから。今もうだいぶリハビリしてきたよ。あの右目を隠してた時期分、うん、左目隠しときね、うん、バランス取れるから、うん、きっと。そうするともっとちゃんとね、あの例え話できるようになったりとか、いろんなことできると思う。ちゃんと総理を受け取れるようになったりとか。でも視力落ちるのは痛いんだよね。まあそうだね、うん、ガチャ目じゃなくなるね。ガチャ目だよ、ね、今本当にガチャ目で、恐ろしいんだけど、その何ヶ月かだけでずっとそのガチャ目治んないよね。いや、そりゃそうですよ。そんなさ、うん、ね、うん、何ヶ月かだけ。小学生とかならともかくね、火星禁止じゃないからね、もうね。そう。で、どんだけ障害が出たかっていうと、ゲームできないの。嘘、うん、え、なんでできないの？だから RPC の文章読めないの。嘘本当に。嘘だ。本当本当。それ完璧泥酔状態じゃん。うん、だから、なんか6歳ぐらいになっちゃった感じ。じゃあ 前後の短期記憶がダメになってんだ。だから文字が流れてるのは分かんない、うん、だけどストーリーで追えない。すごいな。だもうなんかすごいよ、6歳ぐらい。じゃあさ、お酒を買うお金がなくて、うん、だけどほら、アル中の人って、うん、眼帯してないんだね。そうだね、うん、あと単純にあのお腹を空かせすぎると幻覚見える。お腹が空きすぎると幻覚が見える。今でもですか？いや、みんなそう、人類共通。俺見えたこと一度もないよ。だってそれ3日ぐらい食べないとダメだ。食べなくていいんだ。ああ、そんな経験ないな。ミレーは貧乏画家で、貧乏すぎて幻覚が見えたものをさらに絵で描いてる。そうだった。それで種まいちゃったんだ。あ、ミレーじゃねえや、ミローだ。あ、ミローか。ジョアン・ミロー。俺も今ミレーのこと思い出してさ、待てよ、あの人すげえ叙情的だったけどなと思って。やばい、また右脳が発動しちゃった。なんかでもね、なんか今つながったんだよ。あのお腹空きすぎるから種まく人なんか書いて、さすがミレーだと思ったわけ、そこは。なぜならミレー、もしミレーだったとしたら、めっちゃ腹減って幻覚見えたら、普通ビフテキとかさ、そうだ、ね、魚とかが出てくるでしょ。さすがミレー、堅実な人は、うん、幻覚でさえも自分で作るんだと思うのよ、うんうん、そうだね、うん、なんだ、ジョアン・ミロのこと。ミロか。最近さ、言い間違いがひどい。どんだけ右脳育成してんだってことですよ。いや違うんですよ、それは右脳を育成してるんじゃなくて左脳が枯れてるんですよ、ユーシンさん。そこ注意ですよ。だからね、右脳が発達しすぎんと、うん、音で連想しちゃうのよ、記憶じゃなくて。だからミレって言いたいのに、うん、ミロって言っちゃったり、ミロって言いたいのにミレって言っちゃったり、うん、まあレトロはね、隣り合わせだからね、音の連想に行っちゃう。そうなんだ。だから左脳で言ったらさ、徳ちゃんみたいに考えればいいわけ。ミレった種まきっとっていう記憶で検索すればいいわけ。うん、うん、そっか。いや、いつかね、あれですよ、眼帯無理やりさせますよ、僕が。これはもう管理不届き、管理不届きになっちゃうんで、うん、もうこれは長年の友人としてのなんか義務じゃないかと、龍神の、右目を潰すことは。ということで、今度は右目を潰されるということで。そうですね、注意してください。はい、はい、じゃあ今回は失礼いたします、はい、失礼いたします、はい。